基礎生物学研究所の加藤と申します。今日のタイトルはグライコプロテオミクスというもので、なかなか一般の生物学者の方で糖鎖の話をするんですけど、糖鎖っていうのは重要なんだけど、実験するときに切られてしまうっていうような現状がまだに続いていて、できたら糖鎖っていうのが生物学的に重要だっていうことを理解していただけると嬉しいと思ってお話をします。で、グライコプロテオミクスなんですが、先ほど見ましたグライコミクスとプロテオミクスの、混ぜ合ったり統合になっています。で、グライコミクスっていうのは、今日主に話をする糖鎖と呼ばれるものです。で、糖鎖っていうのは、単糖がグリコシド結合によってつながり合った一連の化合物で、核酸とかタンパク質に続く第3の生命鎖と呼ばれています。で、糖鎖は糖同士だけではなくて、タンパク質や脂質とかその他の、低分子とも結合して多様な分子を作り出しています。一番有名なのは N 型糖鎖とか O 型糖鎖、 GPI なんかで、糖脂質とか最近話題になっている、糖鎖の世界で話題になっている遊離糖鎖みたいなものがあります。で、生物種で言えば、古細菌からバクテリア、真核生物まで幅広く存在しています。で、人のタンパク質の半分以上は糖鎖収縮されていると言われています。確かめてはいないですけど言われています。で、一般に、一番有名な血液型、一般に一番糖鎖の説明で有名なのが血液型です。血液型の違いっていうのは、糖鎖の違いによって、違いによって引き起こされています。で、一般に糖鎖っていうのは細胞の表面に生えているもので、細胞の顔とか細胞のコートとかいうように呼ばれています。で、先ほどご紹介しました、これが N 型糖鎖と呼ばれるもので、タンパク質の、アスパラギンに、共有結合しています。で、セリンスレオニンに結合するような O 型糖鎖と呼ばれるものや、GPI アンカーと呼ばれるようなものが一般的に、知られています。で、糖鎖というのはさまざまな機能を実は持っていまして、細胞接着とか、例えば細胞接着とかタンパク質のフォールディングの過程で糖鎖があることによって正しく、マッチャーな、立体構造を形成するというようなことも知られています。それ以外にも、いろいろ知られていまして、例えば、なんだろうな、細胞のコントロールみたいなことをよくやっているというふうには知られています。で、一般に、糖鎖がよく話題になるのは、若年性の気象病みたいなものにものすごい関わりがあっていて、例えばポンベ病みたいなものとか、これは映画化されて、実際映画の中で糖生物学者っていうような言葉が出てくるような、病気です。で、それ以外にも、結構幼い子どもたちがかかるような気象病に糖鎖が関連しているということはよく知られています。で、糖鎖の解析するときに難しいのは、一般に DNA の場合は ACGT の4文字だけで、タンパク質の場合はアミノ酸20種類、22、3種類あるんですが、糖鎖の場合は基本的には大体8種類から構成されています。なので、糖鎖の数自体は少ないんですが、難しいところがありまして、DNA や、タンパク質のようなものってのは一本鎖なんです。一本鎖でグリコシド結合で同じ位置に結合するんですが、糖鎖の場合は、それぞれの、結合の種類が違うことがあります。例えばこれは1、4結合の場合で、こっちが1、6結合っていうような、結合の様式が違っていて、なおかつ手が、6本結合する可能性があるものが、すみません、6本じゃなくて5本あるっていうことで、その全てに、つくっていうこともあります。また、高校の時によくやるような、上向き下向きっていうようなものによって、
も動作が違いが生じていて、それによって性質も変わってくるということが分かっています。ちょっと繰り返しになるんですが、先ほどの、多分岐の場合、ペプチドだと1本の、結合、1本差の結合なんですが、多分岐でこれは、1314と16か、16結合というような2つ、多分岐しているようなものです。で、この結合の違いによって、が結構重要でして、よく知られているのが、トリインフルエンザの例です。で、トリインフルエンザっていうのは、アルファ1酸結合を、トリインフルエンザって認識します。で、鳥はアルファ1酸結合しか持っていない、いません。で、一方で、人間はアルファ1六結合しか持って、アルファ2六か、2六結合しか持っていないので、実際トリインフルエンザっていうのは、人間には感染し、しません。ところが、豚の場合ですと、2酸と2六結合っていうのは共に持っているので、豚が感染した時に突然変異を起こして2六結合を認識するようなことが起こるとパンデミックになると言われています。そのような動作の、結合の違いによって、機能が変わったりとか病気になるならないというようなことが決まっていると言われています。で、動作の分野で一番期待されているのはバイオマーカーと呼ばれる分野です。で、病気の初期に、動作の形が変わるということはよく知られていまして、がんとか、アルツハイマーとかでもそのような、症候がどんどん分かっているところです。で、その初期の、動作の違いによって病気になるかならないかっていうのを早期診断できないかっていうのを皆さん、世界中の研究者がやっています。で、具体的には血液から取ったりとか唾液から取ったものに対して動作の形が違うことによって、病気が発症するではないかっていうのを予測とか診断に使ってあげようというようなことです。で、一般的に、動作の場合、重要なのが、これが基本的なベーシックと言われる、タイプなんですけど、根元にフォースがつくコアフォースと呼ばれるものや、このすみません、真ん中に1本だけ、バイセクティンググループナックっていう、グループナックっていう動作が入る。この2つがよく、病気の場合、これがあるなしっていうので、よく、診断、判断しようということをしています。あと、末端の方にシアル酸とかガラクトースが、結合するっていうのも、何かしらの異常があったっていうことを、知る目安として使われています。ただ、動作の場合すごく難しいのは、一箇所に、つく動作が、なかなか均一ではなくて不均一なケースもあります。で、実際これ、イムノグロブリン G って呼ばれるタンパク質の、297番目の、動作の解析をした結果っていうのが右側になるんですが、このように、多種多様の動作がついています。ところが、この四角に囲んだ、コアフォースがあるものですと、IgG の IC50 が100倍以上違うっていうような報告もありまして、その動作の形によって、機能が変わったりします。ただ、一つの動作、一つのタンパク質の中でも動作の不均一性っていうのがあるので、なかなか、測定なり観測するのが難しいと言われている。で、繰り返し同じような話になるんですが、一つの動作によっても、つく位置によって動作の形っていうのが変わっているということもよく知られています。で、これは EGF レセプターのケースなんですが、一つのタンパク質の中なのに、動作の形、
動作の形が、それぞれつく位置によつくあのとあアスパラギンの位置によって動作の形が変わるということが知られています。で、動作の形っていうのを調べるのに、やっぱり質量分析っていうのはものすごく強力な武器になります。で、今現在は、実際質量分析によって、検出するようなことが行われているわけなんですが、ただ先ほど言いましたように、動作のつく位置によっても形が異なって不均一であったりするっていうのと、動作のタンパク質のついている位置によっても変わるということで、なかなか曖昧、均一に、測定するっていうのはなかなか難しいというのが現状です。また、質量分析なので、きっちりと、動作の形が決まるわけではなく、この赤丸に示したように、その先どちらの方に結合しているかどうか、結合様式もわからないようなものデータっていうのは大量に出てきています。ただ、こういうのは、曖昧な動作構造っていうのは、曖昧な動作構造のデータベースに入れて、それを利用することによって、他のデータと組み合わせて利用することによっていろいろな問題が解決できると、信じています。で、一般に、動作の、分析方法っていうのはどうするかと言いますと、タンパク質を、まあ、動作をタンパク質から切り離すかどうかっていうのが、まず一つ目の、判断です。で、有利した動作に対しては HPLC や MALDI とかで、分析します。で、ペプチド断片として、動作を修飾したので、解析する方法としては、レクチンと呼ばれる動作を認識するタンパク質による解析や、質量分析のようなものを使っております。で、グライコインフォマティクスと呼ばれるような、当然インフォマティクスの分野があるんですが、今国際的な枠組みとして、木下さんとか創価大学の木下さんとか、内研の山田さんが中心になって、ワークスプロジェクトやグライコ投函プロジェクトというのが、進んでいるところです。で、まとめとこれからの課題なんですが、動作というのはさまざまな生命現象になっています。で、動作の解析手法としては、質量分析というのはものすごく重要になっています。で、グライコプロテオンの解析というのは近年盛んになっているんですが、なかなか、単純なタンパク質のように網羅的とか、網羅的スピードアップ、網羅的な解析とかスピードアップの解析というのは実際にはまだまだ進んでいなくて、なかなかその辺が、動作と、タンパク質や DNA のデータの、開きの一因です。で、なかなかそういうところを、克服するようなものがないと、なかなか、一般に受けられるのは難しいのではないかというふうに考えております。以上です。ありがとうございました。